さて、今日はですね、お若い方はご存知ないでしょうね。ポルトガルのね、国民的歌い手でね、まあ日本で申しますと、かつてのあのひばりちゃんみたいなもんでしょうかね。アマリア・ロドリゲスという歌い手さんがいましてね、民謡なんですね。えー、っと、この方はね、えー、1950年代にね、日本でも大変な人気でね、よくあちこちでね、 この方のレコードはねあー、あの街角でもね、鳴り響いてた時期がございますんですよ。今日はファドの女王、ファドと申しますのはね、えー、ポルトガルの民謡でございます。アマリア・ロドリゲスという歌い手さんがいましたね。日本にもね、1950、えー、年代何度も何度も見えてた私はね、虎ノ門ホールでね、聴いただけじゃなくて、パリで、 パリ私はね、何度目以下に行った時にね、ああ、皆さんアマリアお好きでしたよねって言うからどうしてって言ったら、アマリア今ね、一年に一回しか、あの、コンサート開かない。それもナイトクラブでやってるんですって。で、芸術家の頭っていう、あの、アマリアが出てるナイトクラブの,の名前なんですけどね、そこへ出てるとで、あなた運がいいですねって。あ,あぜひ行きたいって。 で小さなナイトクラブなんですよ。えー、どうやって彼女の高いギャラをね、世界的なギャラをどうやって払うんだろうと思ってたら、なるほど。私たちも、あの、大変なお値段取られましたけれどもね。そうするとね、あの、スライデ式になってるステージがね、横からスーッと滑るように出てくるんですけどね。で、前座がね、これがね、手品紙が出てくるのがね、 ボーラスが綺麗な青年なんですよ。それがアラゴンの詩をね、吟じながら、それで手品を見せていくんですよ。あの、その手の中のハ鳩が飛んでいくつっ,ったら鳩を出すんですよね。で、それがね、とっても歌みたいに美しい、あの、詩の吟じ方をするんですよ。で、彼がいなくなった後に、スーッとスライドが出てきて、全部黒ずくめなんですよ、バンドの人も。で、 あまりはもう黒ずくめでね。たった一つ、指輪だけが装飾品で、あと何にも装飾品つけてなくて。その指輪がね、なんとね、20カラットからね、25カラットぐらいあるようなね。すんごい指輪でね。そして、例によって顎を上げてね。で、下目遣いで歌って。全然こびないんですけどね。で、素晴らしい歌い手でしたね。今年でね、没後15年。 もう随分長生きなしたんですけどね。で、亡くなった時にね、なんと、ポルトガルの国人全体がね、3日間、国葬のように3日間、喪に服したっていうんですね。えー、素晴らしいですから、歌い手でしたね。もしね、どこかであの、あのレコード、CD なんかにね、を、あの、出くわした場合はね、お求めになって聞いてみてください。私も大好きな歌い手です。